みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。本日私はチューナーについていろいろこうベラベラと喋らせていただいておりまして、前回の動画でこのなんか家で使う場合は手軽さが大事だぜ、ライブで使う場合は老舗が大事だぜ、レコーディングで使う場合は精度が大事だぜとか、そんな話をさせていただきました。で、今回の動画でちょっと僕が持っているチューナーとかも紹介させていただきつつ、おすすめのチューナーみたいな、なんかそんな話もさせていただこうかなと思っておりますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、ただ、僕が持っているチューナーがちょっくら古いものが多いので、果たして本当に参考になるんだろうかという気もしなくもないんですけれども、なきにしろあらずなんですけれども、まあ、よかったら参考にしてみてくださいませということでございます。ちょっくら順番に行ってみましょうか。まず、家で使う場合、手軽さを重要視する場合、もう超絶おすすめチューナーとしてはこれです。コルグの PC-1 というクリップチューナーでございます。これ、すごい手軽で、もういいなという感じですね。価格も安いので、ちょっと1つ持っておいても損はないかと思います。ボタンが1個しかないんですよ。なので、チューニングしようと思ったら、とりあえず挟む、ボタンを押す、チューニングする。で、チューニングし終わったら、ボタンを押す、外す、終わりという感じのこの手軽さ。で、精度に関してもプラスマイナス1セントと全然申し分ないですし、反応速度とかもなかなかいい感じです。で、何気にこのLED がビカッて光ってくれているので、結構視認性も良いかと思います。そんな感じでもうね、これもめっちゃ超絶おすすめです。超絶おすすめ。なかなかいい速度していると思いませんか？バーッ鳴らすと、ワオ！で、こんな感じで LED がビカッと光ってくれて、チューニングをすることができると。あれ、合わない。合わない。やったー、できたー。こんな感じでございます。クリップチューナー、今すんごい流行ってるので、いろんな機種があるんですよ。例えば、これちょっと同じコルグなんですけども、ピッチフォーク G とか、なんかこういうのとか。これも確かピッチフォーク G2 っていうのが発売されているので、ちょっと1つ前の機種なんですけれども、こんなのもあったりとかします。こっちだとそのボタンが4つとかついているので、例えばその441チューニングとか442チューニングとか、まあ、そのクラシックチューニングというんですかね、まあ、基準音が 440Hz じゃないチューニングとかもできますし、ベースモードとかギターモードとか、あとフラットじゃないか、カポタストとかにも対応したりとかするようなチューナーになります。で、ちょっと大きな特徴としては、こうヘッドにくっつけて、この首がグリングリン回るというところですね。こんな感じで結構いろんな角度に調整ができるので、まあ、すごい見やすい位置に調整をすることが可能ということでございます。他にも僕が持っているクリップタイプのものだと、これとか。これは常用というメーカーの JT306 というチューナーなんですけれども、まあ、平たく言うと最近発売したダダリオのパクリだと思います。こんな感じでヘッドにパコッとくっつけて、でこうくっつけっぱなしを想定しているんでしょうね。あんまここから動かないようになっておりまして、で、この首はラチェットでくるくると回転しておりまして、で、このチューナーもすごくシンプルなので、ボタン1つしかなくて、まあ、ボタンを押すと、こんな感じで電源が入り、まあ、それぞれチューニングができるという感じです。まあ、反応速度もそんな悪くないので、まあ、なかなかこれはこれでいいチューナーなのかなという感じですけれども、調べてみたんですが、そのスペックが見当たらなくて、ちょっと精度が謎という感じでございます。これのもともとのチューナー、これはまあそのパクリ商品というか、まあ、そういうやつなんですけれども、ダダリオからこういう感じのやつが出ているんですよ。ダダリオの方はもうちょっとちっちゃくて、でボタンもいっぱいついていて、もうちょっとこの高性能だったりとかするので、まあ、よければそちらも調べてみたりとか、あとまあ楽器屋さんで実機をちょっと触ってみたりとかすると面白いのかなという感じでございます。とりあえず僕が手元に持っているクリップチューナーはこんなものしかないんですけれども、この中で超絶おすすめなのが PC-1 でございます。よかったら、検討してみてくださいませ。で、その次、ライブで使う場合、視認性を重視する場合、まあ、これはいろんな意見があるかと思うんですが、僕としてはこのボスの TU シリーズが、まあ、間違いないかなと思います。TU シリーズ。これ、10年以上前に買ったエフェクターチューナーなんで、すんごい古いんですけれども、5、6年前に TU3 っていう新しいバージョンが出てるはずなんですよ。それとか間違いがないかと思います。普通にこの LED がいい感じでこうビカッと光ってくれて、チューニングもビカッと光ってくれて、ビカッと光ってくれて、
ビカーッと光ってくれて、光った。視認性もなかなか良いですし。で、この古い TU2 はプラスマイナス3セントの誤差があるんですけれども、新しい方だと確かプラスマイナス1だったと思います。精度もなかなか申し分ないですし、視認性も良いですし。で、ボスの、まあ、大きな特徴として、その電池を内蔵できるというところもあるので、まあ、アダプターとか使わずにすぐにチューニングを始められるというのもなかなか良いポイントですよね。なので、まあ、迷ったら、とりあえずボスのシリーズ言っておけば、まあ、間違いねえという、そんなノリでございます。で、他にも、僕は最近このホットーンの見た目が好きなので、まあ、常にホットーンを使っているんですけれども、まあね、本体がちっちゃい分、ね、こっちの方はもちろん視認性はよろしくないです。こっちの方が視認性は高いです。ただ、まあ、この見た目にはなかなか変えられねえという感じで、僕は最近このホットーンを使っているんですが、まあ、こんなのもちょっとおすすめでございます。で、何気にこの根強い人気を誇るのが、TC エレクトロニックのポリチューンというシリーズでございます。これもちょっと古いエフェクターで、2、3年前ぐらいになんか、もうちょっと前か、もうちょっと前かな。いや、2014年とかそのぐらいかな。2013年かな。まあ、ポリチューン2というのが発売されております。これは少し古いポリチューンミニという機種です。ポリチューン2ミニというのが今は発売されています。とりあえずちょっと表示させてみますと、こんな感じ。一本一本鳴らすとこんな。で、このポリチューンの大きな特徴として、複数の弦をこのチューニングすることができるんですよ。ちょっと6本いっぺんに鳴らしてみます。そうすると、こんな表示になるんです。ちょっと1弦をずらしてみます。こっち側がちょっとずれたのがわかりますか？ちょっとまた1弦をずらしてみます。なんかすごい下がったのがわかりますでしょうか？ちょっと5弦をずらしてみます。こんな感じで、その6本の弦をいっぺんにガッと鳴らして、で同時にチューニングすることができるという、まあ、そんな特徴があったりとかします。これ結構その根強い人気というか、まあ、画期的な機能なので、ファンもすごく多いんですけれども、具体的に言うと、そのフロイドローズを使ってたりとか、あとそのトレモロユニットでもフローティングっていって、まあ、そのアームアップができる状態にしたりとか、まあ、簡単に言うと、そのチューニングが安定しにくいセッティングをされている方にすごい人気だなという感じですよね。全弦同時に見ながらチューニングできるので、まあ、確かに便利っちゃ便利という感じでございます。視認性もそんな悪くないですし、まあ、こんなのもあるよということでした。はい。で、その次、レコーディングに使う場合、精度を重要視する場合。これに関しては、その僕はちょっと持ってないんですが、精度に関しては、ピーターソンというメーカーがあるんですよ。ピーターソン。ピーターソンのストロボチューナーというやつが、やっぱりその精度が良くてすごく人気です。で、クリップタイプのものもあったりとかするんですけども、それもすごい人気ですね。手軽であって、視認性はそんなに良くないんですけども、でもとにかく精度が良くて、反応速度も良くて、使いやすいと。ただ、お値段がびっくりドン、確か1万円ぐらいするんですよ。クリップチューナーなのに。なので、まあ、そのね、揃えられればもちろん万々歳なんですけども、別に PC-1 が10個買える価格なので、まあ、価格は手軽じゃねえって感じですよね。でも、まあ、そういうのとか買えるぐらいの余裕があれば、ピーターソンとかが一番ベストなのかなという感じです。僕が持っている中で精度が高いものというと、このポリチューンの 0.5 セントの誤差のもの。で、ポリチューンのこれも 0.5 セントのものって感じです。ポリチューン2ミニだと 0.1 セントまで精度が高くなっておりますので、まあ、この辺がおすすめかなという感じです。もしくは、ピーターソンのチューナーという感じです。ちょっと僕は、チューナーに、クリップチューナーに1枚も出したくないと思って、まだ買ってないんですけれども、多分今後も買わないであろうという感じでございます。まあ、よかったら検討してみてくださいませ。僕は買わないのにそれがおすすめですというのも、なんか、このはばかられるものがあるんですけれども、まあ、そういう精度を重視する方にはそういうのもあるよという、そんな話です。僕は、買わないけどねっていう。おすすめ？まあ、いっか。まあ、そんな感じでございます。で、ちょっとまとめますと、まあ、家で使う場合は、この PC-1、これがまあ超絶おすすめということです。で、ライブを使う場合だったら、ボスの TU3 が間違いないんじゃないかなと思います。ものによってはその、ね、あのコルグだったりとか、なんかいろんなメーカーからそのペダルタイプのチューナーが出ているので、まあ、ちょっといろいろとこう見た目を見ながら選ぶと良いかなという感じです。
自分としてはボスが間違いねえって感じですね。で、この精度に関して言えば、そのピーダーソンのチューナーが間違いねえっていう感じです。マジのストロボチューナーになると、本当もう何十万という話になるので、それはさすがにさすがトゥーマッチかなと、やりすぎかなとは思うんですけれども、まあ、クリップタイプの1万円くらいのやつだったら、まあ、なかなかいいんじゃないのかなという感じです。実際、僕の友達もなんか使っている人すごく多いです。ただ、僕は PC-1 を愛用しております。まあ、そんな感じで、私が持っているこの古いチューナーたちを紹介させていただきながら、チューナーの話をさせていただきました。よかったら参考にしてみてくださいませ。余談ですが、これ懐かしくないですか？ボスの TU-8。おそらく僕が高校生の頃とかに買ったやつだと思います。10年以上前です。なんかその頃って、この TU-8 みんな1人1台持ってませんでしたか？で、僕もなぜか2台ぐらい持ってたんですけれども、なんか未だに取ってある感じです。正直そんな使い勝手が良くないので、今となっては絶対使わないんですけれども、なんかこんなのがありました。あと、このコルグの CA30 とか、こういうカード型のチューナーも昔みんな1個は持ってましたよね。なんか僕もなんかこういうのをたくさん持ってたような気がします。でも、まあ、気がつけば、ね、時代が進んで、まあ、こういうクリップチューナーと呼ばれるものが発売されてきまして、でクリップチューナーが発売されたら、まあみんなクリップになりましたね。なんでかっていうと、やっぱり手軽ですよ。すごい、これはもう画期的な発明というか、画期的な商品だと思います。ものによってはそのヘッドにくっつけるんじゃなくて、そのエスカッションっていうんですけども、これはエスカッションついてないな。このピックアップの周りにその枠みたいなのがあるじゃないですか。それにこのチューナーをくっつけるものだったりとか、あとアコギの場合のこのサウンドホールの中に取り付けるタイプのものだったりとか、まあ、そんなものがいろいろあったりとかするんですが、こういうクリップチューナーの場合はアコギ歴、形状問わずにチューニングできますし、結構開くんでクラシックギターとかもチューニングできるわけですよ。なので、まあ、売れて必然というか、まあ、売れて当然かななんていう感じがしますね。自分もクリップチューナーを使い始めてからチューニングをする頻度がとっても増えました。まあ、そんな感じで歴史をたどっていけば、まあ、今までいろんなチューナーがあったわけなんですけれども、おすすめのチューナーとしては以上な感じでございます。ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。